はい、皆さんこんにちは、 WT のトルです。はい、ということで、まあ、今日はね、今練習前なんですけど、まあ、ちょっと練習前にちょっとね、ある、まあ、企画をやっていこうと思います。はい、ということで今日はですね、イップスのことについてちょっとお話を、まあ、していこうかなというふうに思います。はい、でね、まあ、ダブルスの試合の動画をまあ上げて、まあ、結局全然良くなかったんですけれども、まあ後半のまあ自分のあれを見てもらえれば分かると思うんですけど、まあ、相当ひどかったですよね。はい、後半の出だしからなんか意味わかんないぐらい7万円で左の OB とか入れたりとか、前半はね結構、まあ、調子よくアイアンつきれたと思うんですけど、後半になってね急に、まあ、イップスがもうガンガン来ちゃって、まあ、前半から予兆はあったんですけど、まあ、あんなにねガラッと、まあ、変化してしまうと、まあ、いうことで、まあ、これを機にね、まあ、いろんな質問もあったんで、まあ、さらっと、まあ、説明をしていきたいと思います。はい、ということで、まあ、イップスなんですけど、まあ、自分のまあ持ってる、まあ、イップスは、まあ、一応バックスイングを上げられない、構えたところからバックスイングが上げられない、まあ、クラブが動かない、まあ、手が動かないっていうんですかねっていうのと、あとアプローチに関して言うと、バックスイング上げられたとしてもダウンスイングで急加速をしてしまうっていう、まあこの2つですかねが基本的に自分の中ではあります。はい、で一応イップスっていうのは本当にもう多岐にわたるので、かなりいろんな種類がまああるんですけど、まあ本当によくあるのはダウンスイングが下ろせないとか、このフェイスがすごい開いちゃうとか、あのインパルトの時にとか、まあいろいろまああるんですけど、まあそれをね、もう総称みたいなのがまあイップスって感じなんで、うん、まあ自分のもまあイップスということで、まあこれもね、もうかなり長く今もやってるんですけど、多分トータルで今5年ぐらいですかね。はい、治らずにずっと5年ぐらいまあやっているようなまあ感じです。はい、でまあきっかけですかね、よく聞かれるんですけど、まあ思い当たるのが多分、まあもともと研修生時代、まあゴルフを、まあ、プロを目指してる時ですかね、やってる時にやった多分賭けゴルフかなというふうに思います。はい、うん、まあそれが絶対かと言われると分かんないんですけど、本当に急に動かなくなったんで、多分っていう話、まあ、なっちゃうんですけど、まあ、その時ね、結構、まあ、賭けゴルフが、まあ、ありまして、正直、レート自体はそんなに高くなかったんですけど、まあ、1台200円とかで、やっているような、まあ、感じの時がありまして、まあ、先輩プロ、まあ、3人とかね、よく、まあ、毎日のように回らせてもらったんですけど、その、まあ、先輩プロ3人に1人とか、自分1人とか、って言った時に、まあ、負けの総額が1万円とかいっちゃう時とかあったんですよね。はい。で、それをね、ほぼほぼこう、毎日のように、まあ、繰り返していってて、まあ、もちろん、少ない時は少ないし、勝った時は勝った時もあったんですけど、まあ、そんなことをね、こう、毎日、まあ、繰り返していると、まあ、もともとがすごい下手だったんで、まあ、直す箇所も多かったし、やんなきゃいけないことも結構多かったんで、それをね、先輩プロとの勝負の間にこう、織り交ぜていくことが、難しくてですね、まあ、中途半端な状態でいつもまあやってたんですけど、まあ、それでまあこう、まあ、負けるわけですよね。で最初はまあ負けちゃったなぐらいで思ってたんですけど、まあ、研修生の時のまあ給料時代がかなり少なかったんですよね。もう多分キャリーやっても10万いくかいかないかぐらいだったんで、まあ、試合の費用とかはもう両親からもらってやっている中だったんで、まあ本当に1万円なんで、もし負けようもんならもう大事故なわけですよね。で、それをまあ、まあ断ってはいたんですけど、まあ、うん、まあ、半強制だったんで、まあいくらやってもちょっと半であげるよって言って、なんかもうやるようなまあ感じになっていたので、まあそれもね、断りきれなかったら自分も良くないですし、あれだったんですけど、まあそれでね、やってるうちに、急に、ある時急にですよ、本当にアプローチがピタッと動かなくなったんですよね。本当にそれまではもうこう負けたらやばいとかっていう気持ちがあって、心拍数がもうドク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 してたのに、急にそこに来た瞬間、もう心停止かぐらいにピーみたいな感じで、もう
あの頭真っ白ですよね。もうなんで動かないんだろうっていうところから、まあ、始まって、あのもう全く動かなくなっちゃったんですよね。はい。まあガチャ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 なんか適当に動かしてなんとか上がりはしたんですけど、もちろんそんな中で上げてるんで、まあいいアプローチもできず、はい。もともと自分アプローチ割と得意な方で、まあふわっとこう上げる系のアプローチっていうんですかね。初速を全然出さずに止められるっていうのが自分の結構得意なものだったんですけど、もう逆の動きになっちゃって、もう全部早く動くようになっちゃって、もうカツカツ行くし、当たってもカツカツ、もうトップするし、みたいな、もうとんでもない時代になって、それが一応アプローチで、アプローチがダメってことはセカンド乗せなくちゃいけないっていう、まあ精神状態に変わって、そのセカンドのその精神状態になったらアプローチと同様で急に動かなくて、まあなって、最初はウェブエッジが動かなかったんですけど、もう時期にミドルアイアンとか、まあ、ロングアイアンも上がんなくなって、でそうなってくると、まあ、ティーショットがもう林に行った時点でもうダボとかもうボギー確定みたいな感じになっちゃったんで、もうティーショットもまあプレッシャーを感じてしまって、そのままちょっと上げられないっていうような、まあ、感じに、まあ、なってしまいました。はい。で結局だからパターだけですかね。パターもエッジになっちゃうと上がらなかったんですけど、まあ、グリーン上に乗ってる時のパターだけが、まあ、唯一、まあ、上げられるクラブとして、まあ、あったような、まあ、感じです。うん。まあそれがまあ大まかな、まあ、経緯だと思いますね、きっと。はい。でまあいろんなね、一応試行錯誤はしてたわけなんですけど、こうまあ常識っていうか、まあ、普通の感じを、まあ、崩さないで、まあ、ルーティーンを、まあ、変えたりとか、ちょっとこう、軽くハンドファーストに、まあ、してから上げるとか、まあ、結構、いろんなタイミングで打つ練習もして、例えば PGA 選手のタイミングを真似してみたりとか、自分じゃないパターンのリズムを真似してみたりとか、もうやってみたりもしたんですけど、結局はまあ、上がることがありませんでしたね。はい。で、まあ、上がらないっていうのも、まあ、全く上がらないわけじゃないんですけど、まあ、まあ、ちょっとずつこう上げてって、どっかから上がるとかは、まあ、あったりもしたんですけど、まあね、かなりもう、プレーの進行が遅いとね、昔はかなり言われてました。はい。まあ、こんな、まあ、経緯があったんですけれども、まあ、そんな感じで、まあ、上がらなくなった感じは、まあ、そんな理由だと思います。はい。で、これをね、多分一発の人あるあるかもしれないですけど、ね、周りにね、言ってもね、わかんないんですよ。これが伝わらないっていうんですかね。うん、自分もやっぱり、最初は一発じゃないと思い込んだんですよね。一発ちょっと、まあ、一発っていうのがちょっとダサいと思ってたんで、一発ではないと思い込んでやってて、言ったんですけど、まあ、周りにはもう、その最終的にはもうクラブが上がりませんと、イップスとは言わないですけど、まあクラブが上がりませんというふうな、まあ、話をしたところ、まあ考えすぎなんじゃないかとか、何バカなこと言ってるんだとか、まあほとんど相手に足りなかったんですよね。はい。まあなんで、まあ結局は自分の中で一人で格闘はしてたんですけれども、だからね、本当に伝わらない人には本当にまあ伝わらないんだなと。まあ、こんなクラブが上がらない感覚とかね、わかんないわけですよね。まあ、弟もね、全然わかんなくて、構えたらすぐ上げればいいじゃんって言うんですけど、まあ、それがまあ、できないというような、まあ、感じになりましたね。はい。なんで、まあ、本当に、こう、相談するのも、まあ、結構難しかった状況で、まあ、一人で葛藤していったかで、結局、まあ、日々、こう、悪化していって、まあ、今、現在に、まあ、至るんですけれども、まあ、正直、本当に、ここ最近までは、本当にまあゴルフが憎いとかじゃないんですけど、本当にゴルフが嫌いで、本当になんかこう楽しくラウンドしてる人たちを見て何が楽しいんだろうっていうふうにちょっと思ってたんですよね。まあクラブが上げられないからこそね、まあできないからっていう、まあ普通にできないからっていうのもあるんですけど、まあ思ってずっとやってましたね。まあでも、なんだろうな、ゴルフに携わってやっていきたいとなんか心の中で思ってて、キャディーを今ね、やってたりもするし、まあ、下手だったんで、まあ、いろんなやり方も考えて、試行錯誤を、まあ、これまでしてきたんで、まあ、なんか無駄にね、教えることも上手くなってしまって、まあ、結構ね、教えることも、まあ、多くなってきて、いうのも、まあ、あって、ゴルフから離れないままやってて、まあ、今ね、現在こうやって、YouTube の方で、まあ、いろんな動画を、まあ、上げさせて、まあ、いただいて、
まあ、自分の中でこのねイップスっていうのをまあ隠す必要じゃないなというふうにまあ思ったわけですよね。多分こういうふうに悩んでる方も結構まあいるのかなとまあ思ったんで、まあ、別にここで隠さずまあガンガンも出してって逆にこのイップスっていうのをまあ楽しもうと、はい、そういうまあメンタルにちょっと変わってます、はい、なんでね結構最近ショート動画でまあ、イップス対策の、まあ、打ち方っていうのをね、よく上げてると、まあ、思うんですけど、まあ、そんな感じで、こう、結局、なんか、多分、深層心理みたいなものが、まあ、あるみたいで、まあ、今なんかもう全然別に、打ったからって罰金があるわけでもないし、怖いとかっていう感じは全くないんですけど、多分もう、無意識下で、もう構えたら、その時のあれが、もう体がもう染みついちゃってるのかな、というふうに思ってて、もう、普通にどういう風な形でやっても多分普通に上げられることはもうないのかなっていう風な感じで結局今はまあ思ってて、だったらもういろんなまあ打ち方をしてこれ普通じゃねえよなみたいな、こんなん普通やんなくねみたいなまあ感じの打ち方をしながら逆にスコアを出そうみたいな、はい、でまあ最近ダブルスの試合もだからちょっと出ようかなってしっかりちょっと思ってて、来年ね、もし、ゴルフパートナーの、まあ、また試合があれば、ダブルス部門と、あとシングルス部門もね、ちょっと出れたらいいなっていうような、そんな感じの、ちょっとメンタルで、今やってて、まあ、練習もね、前は本当に練習本当したくなかったんですけど、今はなんか積極的に練習できるような、こう、メンタルに、まあ、変わって、まあ、来てはいるので、ぜひね、こう、イップスの、まあ、方に、ちょっと伝えたいのは、まあ、普通の打ち方で、どうにかしようとかっていうふうにまあ思わずに、まあいろいろちょっと変な打ち方も試してみるっていうのもまあ一つ、まあ気分転換にもまあいいですし、それでまあ例えばいい野菜してまっすぐとかまあいい球で飛んでってくれるとすごい気持ちがねこうすっきりするんですよね。ああこんな球久々に打ったなみたいな、こんな打ち方だけどみたいなこともあるんで、まあ、ぜひね、こう一つの打ち方とか、常識にこう、とらわれずに、またいろんなやり方をちょっと試してみるっていうのもありかなと。まあ、自分みたいにね、変な打ち方をしたりとか、まあ、アプローチだったらジュニア用のクラブを使ってみるとか、左打ちしてみるとか、まあ、いろいろね、楽しみ方が逆に増えると思うんですよね。一つのこう打ち方とかを頑張って試して試してやるっていうね、地道にやっていくパターンもありなんですけど、こうやってね、なんか、アイプップスだからこそ、なんかいろんな打ち方を試して、やれるっていうね、逆になんかそっちの楽しみが、まあ、あるじゃんって思って、今はすごい本当に、まあ、ポジティブというか、今は本当に、まあ、私生活もストレスがないっていうのもありますけど、もう全然ストレスなく、今までやってこれてるので、まあ、こんな感じで、まあ、前回ね、ちょっと久々の、まあ、こう、真面目に試合出た感じのダブルスのあれで、まあ、課題みたいな、久々にこう出たんで、いろいろ忘れてたんですよね。なんで、まあ、またそこで、こういうどんなメンタル状況で試合に臨めばいいのかとか、こんな打ち方、まあさっきの、この前はね、ワンストップ打法が結局ダメになっちゃったんですけど、今はね、ワンストップ打法も、できてるんで、多分ね、一つの打ち方にこだわらずに、いろんな打ち方をやっていこうっていうような、まあ今、こう、にも変わってみて、次はそれを試してみようとか、っていうような、なんか今すごいね、考えがいろいろあって、まあ、すごい今楽しくゴルフやらせてもらってます。はい。なんでね、イップスも考え方さえ変えれば多分楽しくゴルフできるんですよ。辛いもんじゃなくて。なんで、いかにね、これをどう楽しむかっていうのが、まあ大事なのかなっていうふうに思うのでね、まあぜひ、まあイップスで困ってる方がいれば、まあコメントでもらって、まあコメントで返せればコメントで返せますけど、コメントで返せないものは、まあなんか、こう質問を、まあショート動画とかで答えていくような、まあ動画もね、撮っていけたらなというふうに思うので、もしあれだったら、まあ質問していただければと思います。はい。で、結論ね、自分結局イップスは治ってません。はい。ただイップスを、まあ工夫して、なんかうまく乗り越えるっていう。はい。それもうまくこう、加味してやっていくような感じに、まあ変えてるっていうようなまあ感じです。はい。なんでまあぜひ、なんかあればコメントいただければと思います。はい。ということで、今日はね、トールくんの、まあイップスの、まあ、お話をさせていただきました。はい、ということでまたの動画でお会いしましょう。バイバイ。